伊藤、前回の名古屋戦で活躍しました。昨シーズンまで名古屋にいた伊藤ですが、ここでダブ決めました。ダブの2ポイント。時間をかけます。自分で行った大塚レイアップ決まってバスケットカウント。木村が行ってダブに通った。このコンビネーションです。ダブが得点を重ねます。奈良としてはこれ以上差を開かれないように1クォーター粘っていきたいところですが、ここでラキーム・ジャクソンバスケットカウント。木村、そしてラキーム・ジャクソン、木村の3決まりました。木村がスピードを上げて自分で行ってレイアップ決めました。再び点差が広がります。さあ、コモダ杉本に対してフェイダウェイシュート決まりました。大塚はゲームをコントロールしていきます。ついているのは横江。さあ、ボールをかわしてラキーム・ジャクソン。藤高がリバウンドからそのまま持ち込んで、最後はジャクソン連続得点です。マッチアップする横江をかわしながらジャクソン、そして駒田、もう一度ジャクソン、レイアップ成功です。リバウンドを取りましたジャクソン。スリーを狙った駒田、決まった。ここで駒田の3。さあ、そしてダムにはフィッツジェラルドがついていますが、ちょっと乱れている。スリーを狙った、決まった。これで3点差。迎えたシカッチェが真ん中で踊りながらというパフォーマンスですが、このショットよく決めました。ワンミサスならリングに当たってまだチャンスがある。もう一度スリー決まりました。さあ、これで1点差に迫ります。ワンポジションの差です。ジャクソンから木村、切り込んでいってレイアップは決まった。1点差。中に入ってさあ、ターンオーバーだ。マーカス・ダブ、ここはショットが決まった。バスケットカウント、逆転。素晴らしいスチールからマーカス・ダブが決めてエンドワンです。駒田のショット決めました。ならオーバータイム2回目のオフェンスに入ります。連続得点となるでしょうか。ダブに通して決まった。バスケットカウント。ファールをもろともせずしっかりとシュートを決めてきました。この木村からパスを通してマーカス・ダブのショット決まってエンドワンです。藤高、さあ、時間がない。ダブが打つのか、駒田2秒1秒決まった。時間を使い切って打ちました。松山が入っています。そしてフィッツジェラルド、体を当てながらブロックに行った。ダブ、ダブのブロックショットが決まりました。来ません。ゲームクロック残り1分20秒を切っています。スリーを狙った、決まった。93点。これで今日最大のリードを奪ったバンビシャスならです。